動画,も動画もやるからね。いいよ。うん。なら、まあ、顔いいよ。<laughs> じゃあ、行くで。いいまよ。どうもー、ようこそ。阪神タイガース・イングリッシュニュース、日本語版へ。TV でございます。そ,そして、相棒のサンジェサンジェ久しぶり。久しぶり。 あのー、2>, 2週間ぶり,前間ぶり、前回ごめんなさい。4週間ぶりか、ごめん前回ごめんなさい。そうそうそう。あのまあ、この番組に関して言うと、まだ、ね、あのー、ギャップないんだよ。まあ、1ヶ月のブラックあるんだけど、前回はやってないからな。うん、そ,うそうか、そうか。一人で日本語でポッドキャストやるのはもう全然自信ないからな。<laughs> むずいよ、むずい。ロングアかるよいやいや、私何もしないですから。 でも、サンジェの方は、まあ、ネイティブに近いっていうかね、ちっちゃい頃から喋ってるから、まあ、関西弁はまずね、あの、自然と出てくるし、いろんな表現も知ってるし、僕の方がまだ勉強中です。よろしいいや、一応、一応、日本生まれだからね、その辺は。まあまあまあ。あ、どうしたどうした今、ちなみに、今、あのー、月曜日ね、6月5日で、あのー、交流戦の振り返り日なんだよね。なんでそうそう。 で、ちょうど6時8分なんでね、あのー、試合開始なんよ。阪神と千葉ロッテ、第3戦。で、ちょっとあの、音も一応、ね、あのーまあ、のま出してるっていうかね、聞こえるのかなみんな。うん、聞こえないと思うんだけどね。今<う>、まあ近本が先頭打者としてヒットを打って、ノート1塁ですからいい、ね。いいね、ちかちゃん。まあ、阪神の調子はなんて言ってもね、これよりいいことないじゃん。 <で>そうね、想像を絶過、ね。9連勝して1敗。1> で、九連勝して、まあ二敗して、今二連勝中。連勝って言ったらいいのかなわかんないけど、まあ二連勝してる。二回勝ったら二連勝だよ。うん。おそらくな。で、今日勝てば、ね、あの、パ・リーグのトップのね、首位のマリーンズにね、三立てを食らして、食らって。うん。ええー、感じ。えー、えー、でなんかピッチャーもうまくいってるし、 バッターもうまくいってるし、うん、打者ってもう一人おったらええかなと思ってるんだよね。どっちかって言ったら。<え>やっぱあの、前回も話、ちょっと話したと思うんだけど、DH の有む。ねこのプロ野球で言ったら、世界中のスケールよ。うん。唯一 DH をね、導入してないのは、このセ・リーグなんだよ。そう。で、それは。それ 世界的にそれ以外のリーグは全部 DH なんだよね。そうそうそう、メキシカンリーグだったり、ドミニカンとか、台湾、韓国、アメリカもそうやし。うん全部。お、なんかそれたんで、大丈夫、一二類です。ごめん、あの試合中で、どうしても音が気にする。それをもう消したらいいか。消すよ。大丈夫。いいよ。そうじゃないと、やっぱ、それをずっと気にして。 何の話やったっけ DH, ?DH の世界的な GH。そう,そうそうそう。なんかねあの、まあ、アメリカの方は最近なんだよね。2年前か。去年あの、ナリーグの。去年,去年か。年ね、いや、うん、でも2020年もその短縮したシーズンも DH だったんだよ、ね。c o v の時ね,コビッね。コロナで。で、2021はまたピッチャーが打って、2020からまた DH。 でこれからもずっと DH 制度でしょう。うん。で、世界中もそうやけど、こっちのセ・リーグだけがそうじゃない。ピッチャーが打席に立つ。うん、というのがね、あのー、どう思うかっていう話しようかなと思って。で、ちょうどね、<や>あのー、前のエピソード、えー、第6話か。あのー、うん、その、僕の知り合いのすぐるから、メイルね そのたうん、うん、その多分翌日ぐらい送ってくれたんだけどこういうメールだった。T ・レイさんは投手が打席に立つことに反対,こ反対とのことですがそれはなぜですか実は私も反対なのですが西純也や秋山のように打撃のいい投手の打席が見れなくなるのは少し残念です。 またあのすぐるあのメールありがとうございました。本当にこういう質問が大好きで、それにいろいろ考えて答えるのが大好きです。ありがとう、すぐるさん。うん、で、あのーまあ、まずじゃあ、サンジェの方から、DH 制度とかそのピッチャーが打席に立つことはどう思ういや私は年取ってるから、そもそも昔はピッチャーも打つっていうのは当たり前だった,だったし、 江夏が関東勝利をしてサヨナラホームランを打ったりとかっていうのはもうすごいストーリー的に素晴らしいと思ってたからそれはありだなと思ってただけど最近になってこの大谷ルールができて DH プラスピッチャーとかっていうのがあったら打てるピッチャーは罰せられないんだったらそれはそれでいいかなっていうふうに本当にここ数ヶ月で 考え方が変わったかな最近やな。そう。僕も、あのー、気持ちが変わったのが2、3年前なんだけど、まあ、ほぼ同じなんだよな。やっぱりその、打てる投手だったら、もう打席に立ってほしいっていうかね、もうそれがもうワクワクするんだよね、ファンとして。そうそう。そういうピッチャーって、まず数少ないっていうのが事実ですし、昔と比べて、全然状況が。 違うわけですからね。ら昔やったら、もうピッチャーが打つべきっていうか、打たなければ、まあその、なんか役割を果たしてないっていうことになってたんだよね。そうね。今の風潮だと、やっぱピッチャーが打たなくても大丈夫っていうまあ考え方になってるわけ。そうね、変わってるね、それは。で、ピッチャーの、その、総合的、合計の打率とか、まあいわゆるスラッシュラインっていうんですか。 うん、打率と出塁率と長打率とかを見たらほんまに虚なしい。だから6球団のピッチャーが1週間にヒット2本ぐらいになってると思う。<laughs> 実際的に。実際のスタッツは見てないんですけどそれぐらいなんだよね。それやったらなぜ ファンがそれを我慢して見なきゃいけないのかっていうのが、すごいこう、僕の中で納得いかないんです。まあ、岡田監督はね、時々 DH だったら、監督のせやることがないって、うん、ちょっと嘆いてる部分はあるけれども、言ったやんな、言ったやね、うん、それは。うん、それは、まあ、監督の目線から見たらわかる。うん。 監督の、まあ、仕事の一つが、やっぱそのベンチワークとか、その6回とか7回とか、その時点で、ピッチャーを変えるか、もう一回こう我慢して、その調子のいいピッチャーをもっと投げさせるかっていう、なんていうんですか、駆け引きっていうか。そうね。うん、それが一つの、まあ、野球の醍醐味って言われるんだよね。その通り。それはすごいわかる。それはわかるけれども、 現在の野球でいったら、そういう駆け引きとか采配とかベンチワークがそれ以上にたくさんあるわけですから、その1個だけをなくして、野球が面白くないとか、面白くなくなるっていうわけではないと僕は思うんだよね。そう、だから最近はそういうふうに思い出した私もうん、うん。それにプラス、監督が面白くないからっていうのが、まずその発言が僕、ちょっと反対なんだよな、ね。 なんか言ったことは別になんか否定してるわけじゃないけど野球は監督のためのもんじゃないんじゃん。ファンのための娯楽じゃん。まあね。それやったらファンがどう何が欲しいかとか何を見たいかっていうのを一番考えなきゃいけないと僕は思う。監督の意見はもちろんこう尊重するのは当然やけど当たり前やけど。 監督が決めるもんじゃないと僕思,思うんだよね。うんだから岡田さんがそうやってベンチにいる間に暇だったら、あ,<ん>あの携帯電話でワードルとかゲームやってればいいんだよ、ねうん、それかマージャンかなんかね。やったよね。<laughs> 裏で。<う> <laughs> いやー、まあいろんな理由で僕はこのねあの DH 制度がいいと思ってるのは思ってる。じゃあ。 いくつかを言うんだけど、ま,またサンジェが、ね、いろんな意見があったら、どうぞあの入れてください。いぶつけます。はい、まず、一つは、あのー、どこから始めようかな？あまあ、ここからしようか。あのー、そもそも、ね、ピッチャーが現在のピッチャーね。昔はどうかわからないんだけど、今のピッチャーって打撃練習はそんなにしてない。 してないほとんどしてないねほとんどしてないでそれは一応、うん、この前の、えー、キャンプ明けぐらいに B ケラーとインタビューしたんだよねはいはいで沖縄の方で打撃練習もしたかって聞いたその答えは主にバントの練習をしたそんなに打撃練習はしてないで、うん、ケラーの方は高校時代以来の打席だって言ってた言ってたね それやったらバントの場面以外の時は全く練習してないっていうことだよね。そうだからあの。全然戦力ならないね、その時点で。ならない、ならない。で、バントももちろん、うんあのー、打席に立つのが高校時代以来やったらバントも10年ぶりのバント練習になるわけですから。そう。いきなり上手くなるわけじゃないやし、うん。だから何のために打席に立ってるか って考えたときに、練習してないことを実際の試合で見たいかって聞かれたら、見たくないわけよ。うん、まあ、それが逆パターンで野手が登板、あのーねあのーまあ、するのも、僕、まあ、基本的に反対なんだけど、まあ、そのね、あのー、なんていうの、バカ試合とかね、うん、そういう大差の、ね、負け試合だったら、 まあ、仕方ないときは仕方ないけど、それも、ちょっとファンには失礼かな。普通のときやったら。普通のときやったね。うんうん。だから、その逆もそうやん。まあ、うん。でも、まあ、特別なシチュエーションもあるけどね。例えばさ、イチローが投げるの見たい人がいるとかさ、そういうのはあってね、昔も。そう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 。そういうのもありやんなんだけどね。うん、そもそも、そのね、あのー、才能がない人に、その才能のないことをさせるのは、 意味ないと。僕はもう。そうね。それが一つの理由。で、もう一つは、あのー、まあ別に全部、この前の,あのデイリースポーツの記事でも言ったんだけどね、メジャーリーグの新しいルールを全部日本で導入する必要はないと言ってた。そうね。けど、こっちに関して言うと、この DH の方は導入するべき。なぜかって言ったら、 今の時代だと、まだあの、そのそ DH のない時期、時代をたくさんのファンは知ってる。うん、で、それをむしろ好んでるファンがいる。結構。うん、ナショナルリーグも DH 制度が入ったときに、メジャーリーグを見るのをやめるっていう人もいた,いいたらしいなんだよね。そうね。だからその昔の、あの、 英語で言うんだよ、失礼なんだけどね。あの、That's the way baseball is meant to be played, って言ってね。うん。なんて言ったらいいのかな、それ、日本語で。ごめん。そういうふうにあるべきだったって。野球,野球はそういうふうにプレイするものだっていう、そういう古い考え方だよね。そうそうそう。だから、そういう人たちはもう、これが野球だ。DH なんかいらんとか言って。DH なんかこれは野球じゃないって言ってんだよね。ところが、DH 制度はもう50年も経ってんだよね。1973年からのもの。 なので、まあ、60歳以下のファンは、少なくともその DH に馴染みはあるわけですよ。って考えたときに、今の野球ファンは、多分十10歳までは、10歳以上だったら DH のない野球に馴染みがある。でも、それが10年後を考えたら、そうだから、20歳。 以上のファンは、あ、そういえば DH のない野球はあったねっていうふうになるわけよ、アメリカの方では。うん、今のまだね、あの少年の人たちは、まあ、ね、あの、幸いね、大谷翔平っていう素晴らしい二刀流がいるから、そのピッチャーが打席に立っているあの素晴らしさがわかると思うんだけど、それ全員が全員そういう野球ができるわけじゃないから、ね、あのー、アメリカの10年後、20年後は、 そのピッチャーが打席に立ってる概念が古いというか、なんていうのもうエイリエンコンセプトなんだよね。なんじゃこりゃみたいな感じなんだよね。うん。でも、ね、日本って変だなとかって思われるわけ、ね。まあなんかその、その、でも可能性が残るなら、っていうか今、大谷ルールで変わって、ピッチャーが投げるだけど DH は別枠で出られるだから、 ピッチャーを下ろされれてても打ち続けられるっていうそういうルールができたことによって私はすごい DH を受けれるようになったね考え方として。うんうんうん、だからねもうそれもそうなんだよね例えばあのー、この質問にねすぐるが、まあ、西純也の打席がなくなるのが残念とか秋山とかいうのはすごいわかるしそれは僕も思う。 だからもう一つのまあ条件っていうかね、やっぱ高校までは別に打席に立たせてもいいと僕は思うんだよね。特にまあ日本もそうなんだけど、た分アメリカもそう。その一番優れた、ねあのー、身体能力の選手は、野手でもあり、ピッチャーでもあるんだよね。その通り。結構なんか二刀流っていうか、ピッチャー、エース,エースと4番っていう、ね、セットで、身体能力が、ね、抜群。 いいう選手がいるわけですよ、うん、高校まではそうかもしれんけど、ま、プロになってどっちかを捨てなきゃいけないっていう選択肢に,になるかもしれんけど、ま、どうしても両方チャレンジしたいって思う選手は、その選手の思いを尊重して、その選手自身があ、これはだめだって分かった時点で一つに専念してもいいと思う,思うんだよね。いや、それありだと思うね。 だって西勇輝なんてさ、パ・リーグでさ、全然バッターしなかったのに、阪神来てからさ、ホームラン打ったりしたよね。うん、そうそうそう、それはあった、あった。だからまあ、その、でも、ピッチャーがその自分の、まあ、現実に、こう、気づくっていうかね、それが本人が分かったら、それはそれでいいんだけど、もう一つのま、まあ、絶対的な条件っていうのが、コーチの方ですね、指導者とか首脳陣とかね。 絶対にそのピッチャーとかその,その選手の希望っていうかね、二刀流にチャレンジしたいっていうことをコーチからダメって言ったらダメだと僕は思う。それはあるね。Agree。だからコーチがちょっとこう謙遜になって自分が全部ね、知ってるわけじゃないし、そのピッチャーがやっぱその、あのー、どうしてもね、両方チャレンジしたい。 でそれを5年間もずっとそれ諦めたくないとかとなったときに、それは自分の判断やし、それでどうしてもそのあそれ、それでその選手のキャリアがダメになったとしても、それはその人の責任になるわけよ。そ,ね、その選手がもし、その選手生命っていうかね、そのキャリアを伸ばしたかったら、やっぱその選択があるわけよ。一つ諦めて、一つに専念して、どうしあのねなんとか。 長いキャリアを送りたいって思って、ね、野手専念とかピッチャー専念にして。そうやね。それはいやね。でもそれはコーチが決めるもんじゃなくて。そう、選手本人がね。そうそうそう、と僕は思う。で、あの、もう一つの理由としてはね、なぜあの DH 制度がいいかって言ったら、やっぱりこよく呼ばれるんだけど、 強い打線があるからこそ、ピッチャーが強くなる。わかるピッチャーが打席に立つと、そ,ね、その相手のピッチャーが、まあ、ちょっと、まあ、油断するっていうかね。ちょっと力を緩むっていうかね。うん。あ、これはもう当然、こうアウトできるわとか。イージーアウトになるってね。そう,そうそうそう、イージーアウトになって、それで自分のベストをそこで別にね、尽くさなくても、アウト取れるわけですから。 もちろん、時々はこう打たれることもあるし、いろんな面白いことが、いろんな珍事があるんだけども、だからといって、すべてのピッチャーに打席に立たせるって僕は思いません。その DH が代わりに入るとあ、入ることで、ピッチャーがやっぱ常にこう集中して、打線をこう、ね、抑えるのが、 もっと難しくなるから、もっと上手くなると僕は思う。うんまあ、ピッチャーのストレスは高くなるよね、それはそれで。うんう,んうん、まあそうね。あとピッチャーは、ね。批できるアウトはなくなるからね。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。そうね。うん、でもまあピッチャーも別に、こう、打席に立つのが好きっていうピッチャーがそんなに多くないと僕は思う。仕方ないからそうなってるっていうピッチャーもいるわけ。 一つの例としては、あのー、去年まで阪神タイガースのピッチャーだったんだけど、ジョー・ガンケル。はいはい。バッティングどう思うサンジェンガンケルのピッ、なお、バッティング。いや、ガンケルバッティング良かったじゃんだって。よかったでしょうん。良かったから、あ、きっとこの人はバッティング好きだなって思ったら、僕がね、取材したんだよね。去年、去年、一昨年か。うん、去年は。はいはい ガンケルが、絶対 DH がいいって。意外でしょ、うん、うん。意外ねで、うん。で、去年のウィルカーソンもいたんだけどね。ウィルカーソンもね、メジャーリーグでホームラン打ったことある。その経験があるわけ。うん、メジャーリーグで。はいはい。で、彼も、あのー、ちょうど何戦だったのかな去年の、まあ、あのビジターゲームだったんだけど、それを勝利投手になって、 で、良かったことは、今日は打たなくてよかったっ、言って。その、まあ、英語で読むんだけどね。The stress of hitting was off of me, so focusing only on pitching is a great thing, 言ってました。うん。要は、ね、あの、バッティング、バッ,ングバッティングのことを心配しなくていいというね。そう,そうそうそう、その通り、その通り。うん、なんで、まあ、ウィルカーさんも、ね、別に好きな方ではなかった。なるほどね。で、またいろんな野手にも聞いたんだよ。 あの前、あの元阪神タイガース選手とその現役というか、その時の阪神タイガースの選手。うん、じゃあ、一つ一つ言うよ。どうぞ2020年に属したバースの再来こと、ジャスティン・ボアはうう、ハメハメハそうそうそう、ファイアーボールね。うん、こういうことを言った。 えー、まあ英語で一応言うけどね。It takes a certain person to be able to to be able to be successful DHing.I also feel with how good pitchers have gotten in recent years, facing a pitcher at the plate is basically an automatic out. 要はその DH で成功するのがすごいあの能力が必要っていうわけですよね。誰でもできるわけじゃないし。うん、でも最近の現代のピッチャーはあまりにもね、あの技術が 高くて、ピッチャーが打席に立つのも、自動的にアウトになるのは当然だ。そうね。で、今、阪神にいるカイル・ケラーにも聞いたんだよ。DH っていうのが、やっぱそのチームの全体的な攻撃がう、ま、あの高くなるから、ファンは喜ぶでしょう。うん、去年までいたメル・ローハス・ジュニア、うんえ。DH 制度の方はリーグがより よ、えー、くなる。だから来年以降はセントラルリーグでも DH 導入してほしいなと言ってました。みんな賛成なのそう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 。で、またあるよ。あのーで、一つだけ反対を言うから、それを最後にしする。あのー、<Okay. S 1> ウィルカーソン言ったでしょ。サンズ、ジェリー・サンズね。 今年もいはいか、はい。で、もし、こういうことをピッチャーに聞いたら、選択を与えたら絶対、あの、イエスと言わない。えー、神宮球場の暑い夏の夜には、えー、マウンドに,なにも立つ。そして打席にも立つ。両方してください。でも、それが選択し、選択だったら、絶対に、あの、 攻撃の時には、えー、ダグアウトブルあ、ダグアウトの方の、えー、扇風機の前に立たせてくださいって絶対言うよ。<laughs> やっぱそ,それすごい実感があるから発言だよね、うん。うんうんうんなんかすごい想像しやすいですよね。うん。やっぱピッチャーって夏場になったら、ものすごい大変やからな。そうやね。うんうんうん。で、もう一人、あのー、どっちかって言ったら、やっぱ、あのー、賛成かな。 だったのがマートン選手だった。うんでもちろん、あのー、DH の方では、えー、もう一人の、えー、打者が、あのー、野,手に野手にならなくても打席に立てるっていうのがメリットの一つ。うん、しかし、その若い、まあいわゆる二刀流にチャレンジしたいピッチャーはそれで、あのー、打席に立てなくなるのがちょっと残念だな。 えー、大谷翔平のほうは、まあ、DH 制度のチームに、えー、入ったのが良かったと思うんだけど、えー、そのやっぱ球団がその選手の二刀流ができるかできないかっていうことを見極めたら、その時点で、まあね、DH あった方がいいかもしれないっていうふうに言ってた。 なるほどね。やっぱその DH、その,あの指名打者に4つの打席がもらえるわけですよ。それでその仕事が増える、ね、ある意味。うん、という、あのー、理論っていうかね。いや、もちろん選手会からしたらさ、うん、DH があった方がし仕事が増えるから嬉しいなそれは当たり前。でね、唯一、あのー、僕が聞いた外国人選手の中で唯一反対だったのが、えー、2022 9年から12年、阪神タイガーズ属あの、属してた。あと、その後、チバロット・イマリーンズに行った、クレイグ・ブラゼル選手ですね。ブラゼル昔の昔の方が好き。で、あのー、もう、ルールとかをいじのをやめてって言ってた。うん、やっぱその、一つのリーグに DH があっていいんだけど、両方だったら、あのー、 ちょっと面白くないとかっていうふうに言ってたんだよね。うん、そういう感じです。いろんな選手のことも、意見も聞いて、大抵はね、<や> DH 賛成です。いや、もちろんね、ブラザルも私大好きだったし、うん、彼の意見もそれなりに正しいと思うよ。うううんうんうん、うん、やっぱそれをよく聞くんだよね。そのー、うん、DH を入れたら、 セ・リーグとパ・リーグの違いがなくなる。そうね。うん、それで何の面白さがあるか。両方があってこそ、あの、その2リーグ制度がいいということだよね、うん。確かに、それはもうすごいあのディープな話だけれども、あるよね。うーん、まあね、せやけど、やっぱその、一つのリーグだけにしてしまうと、 プレイオフ制度も変わってくるし、もうちょっとね、あの、もし DH があったら、やっぱその交流戦の方を増やせるかもしれないっていうのも、うん、まあメリットっていうかね。それもいいかもしれんと思ってる。そう、ね、いえば今、ね、あのこ、交流戦の途中で、えー、まあ阪神タイガースが DH を3試合使って、えー、誰やったっけ前川じゃなくて、あ、前川,前川だったね。2試合で、渡辺1試合。 うん、ヒットが渡辺の一本だったんかなえ前側も打たなかったっけあ打たなかったか打たなかった。今週の、えー、楽天戦と、えー、日本ハム戦で、えー、どれぐらい DH がうまく機能できるかっていうのがポイントの一つだと思う。いやでもね、その、ね、バラエティがあるのは、ね、面白いと思うあの。ファン的にも。このシリーズは DH がある。 じゃあどうしようかとかってね。で、それによって出られる選手も増えたりするから、今のシステムは全然いいと思うし、そんな変えなくてもいいかなっていう気もしないでもないけれどもね。うん、まあ僕はまだ変えてほしいと思ってる。うん。面白いのは面白いんだけど、考え方としては面白いけど、実際見るのは面白くないと僕は思う。うん。まあそれはそでう この間もなんだっけど、佐伯がバッターボックスの一番、えー、後ろの端っこに立って三振するのを待ってたみたいなね。そう,そうそう、打つ気ゼロやしね。うん、あとなんかピッチャーがたまたまこう,うフォアボールとか打ったときに、その次のバッターにじゃあ入れ替えとかっていうことはあるやん。うん、例えばたまたま今日の桐式がヒットを打って、でその次のバッター近本にね、ゴロを打って、ゲッツー崩れで、 あのピッチャーをね、ベンチに戻らせるっていう、うん、まあ選択というか、その戦略があるわけ。まあそうそう、それも戦略だからね。戦略やけど、何のための、じゃあ、その,あのピッチャーのヒットは何のためだったのか。かそこはちょっと僕、あんまり納得いかないな。うん、あのー、いや、もったいないと思う。うんまあね、なんでまあ結論で言うと、僕は DH 賛成です。うん 100%賛成、うんうん。私も最近は DH は賛成です。でも、だから、打てるピッチャーを罰せるのはかわいそうだなってだけ思ってるだけ。だ、うん、から、まあ、その、なんか、大谷翔平っていう素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい選手がいて、やっぱりそれが子供たちにその夢を与えてるしこの、これは不可能ではないっていうことをね、うん、まあ証明してるわけよ。そうね。だから、これで子供たちが二刀流を諦めることはないまずですね。まず、こう、本当に両方したいと思ったら、 大谷翔平っていう前例があるわけですから。それに向けて頑張ってれると思う。そ,うね、それがどうしてもダメやったら、それがどうしてもダメやったら、もうそれでこう諦める時期は来ると思う。そ,やね、それそれでいいと思う。ええで。 では、あのまあ、この辺ぐらいで終わろうかなと思っているんだけども、まあ、今後またあのもし質問とか、この意見が聞きたいなとか、いろいろあれば、いつでもあのツイッターの DM だとか、e メールだったら、thehansingtigers.gmail.com、えー、the the, t h e t a n s i n g t i イガー s 普通のローマ字でそれを入れたら、あのメールを送ることも、はい、あの受け、 取ることもでできますんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。それではあの、サンジェ、今日も、えー、またありがとうございました。また次、よろしく。お疲れ様。また今、1対0で勝ってます。よし目指していきましょう頑張れ。今日、皆さん、聞いてくれてありがとうございました。あ,ありがとう。あれであれ。レッツゴー